野崎チャンネル。こんちょ。さあ月曜日、総チェックが帰ってきました。オリンピック期間中で総チェックやんなくてもよかった代わりに、オリンピックのほぼ全競技、まあ見える限りですけどもをしっかり見て、民放ラジオ同一番組で全国の皆さん、佐々木の声がね、 AM、FM 関係なくいろいろ聞こえたと思いますけども、どうでしたか？3週間ね、総チェックしなくてよくなったらすごい楽でした。でも始まります、こっからまた修行です。さあということで後半戦ね、始まりましたけども、今回もね、しっかり全試合総チェックしていきたいと思います。さあということで今回はね、8月13、14、15、3連戦の総チェックになりましたけども、後半戦ね、スタートどうなるのか、もうあとね60試合前後しかないんで、もうなかなかね大型連敗は許されないぞ、ね、もうそろそろね消化ゲームになっちゃうぞっていうねチームも出てきましたけども、まだまだ優勝争いね、過酷な両リーグ、さあね、どんな試合展開なのかっていうところで、今回最初はね、ソフトバンク対日本ハムから、13日3対0ソフトバンク、14日2対0ソフトバンク、15日0対0引き分けということで、2勝1分けソフトバンクの勝ち越しってなりましたけども、もう全体的に日本ハムの打撃がやばいねえ。13日3対0ソフトバンク、ソフトバンクね、石川7回3分の1 93球1安打11三振2四球無失点、まあ球数も少なくストライク先行でね勝負できて完璧なピッチングだったかなと。まあね、このオリンピック前リリーフとかね、やってたりしましたけども、非常にね、素晴らしいいいピッチングに見えましたね。日本ハム打線、もうここの問題はですね、もう3試合通してそうなんですけども、打線ファーストストライクほぼ見逃しです。もうめちゃくちゃ多い、振っていかない、しかもね振っても空振り、しかもボール球振るっていうところがもうね、で後手後手踏むんだよね。だから対策が見えないね、この3試合通して。だからね、積極的に打ちに行って凡打になると淡白ってね言われるけども、結局ね、このファーストストライクが一番打率がいいんだよね。でそういったところでここ打っていかないと、こうゴテゴテ踏んでこういうすごいピッチングされちゃうよっていう実例です、これが。だから俺は淡白にアウトになってもいいから、もっと積極的に打ちに行って、そういう攻撃的な姿勢を持つことによって、相手バッテリーは、いや、振ってくるからちょっとストライクから入るの嫌やな、ちょボールから入らなきゃって言って、バッターの打てるカウントになっていって、バッター寄りのカウントになってくるわけよね。でも初球から振っていかないから、もうどんどんストライク投げられると。そりゃ楽で仕方ないよ、バッテリーは。ね。で、加藤。逆にこの日本ハムの先発陣、めちゃくちゃ頑張ってる。3連戦。このね、金曜日の加藤も6回3失点。柳田とね、松田のホームラン2本のみ、ね、援護なく負けっていうね。自身先発何連敗かな、本当にここで打線の援護があって勝っていったらね、もっとトントントンって10勝ぐらいできるような能力あるのにね、なかなかもったいない。でも柳田のねホームランも、自打球当たったってレフトへホームラン、あのベンチに足を引きずりながら帰る仕草、あれもうこれちょっとやばいんじゃないと思ったら元気に帰ってきてホームランだからね、さすが怪物ねっていうところで、あとねリリーフに飛ばしたバンド非常に良かったね。鳴門高校出身、ストレート150キロ以上で投げてね、しかも制球力も素晴らしいっていうところで、まあいいリリーフがねどんどん出てくる。このね日曜日の試合、甲斐野もね帰ってきたっていうところで、ちょっとね思い出の森が不在だけども、まあこうやってねポンポン出てくるリリーフ陣、後半戦に向けてねいい形の投手陣ね出来上がってきたんじゃないのかね。で土曜日2対0でねソフトバンクっていうところで、ソフトバンク東山ね8回96球2安打11三振、無四球無失点で、日本ハム噂は6回3分の2 100球5安打10三振1失球2失点噂はナイスピッチ加藤に続いて、でも打線が腕ない。この日も日本ハム打線ファーストストライクも見逃しめっちゃ多い、でも超消極的、それはゴテゴテ踏むよっていうね。でソフトバンク7回裏ね、中村のピッチャー強襲内安打で、デスパインライトフライで甲斐バンド、ここでねしっかりもうね2アウトにしてもバンドで送ったことによって、今宮がねこのセンターオーバーのツーベースね2点目取りに行く、この2点目っていうところがね最後に9勝ねついたかなっていうね。で日本ハム3安打無四球、じゃあどうにもなりません、もうフォアボールも取れないし、もう3安打じゃもう無理で、15日日本ハム挙句の果てにノーヒットです。ノーヒットノーラン、まあ、系統つなげましたけどね、ノーヒットノーラン。ソフトバンクも打てず、だからねソフトバンクも2勝1分けだけど、決してチーム状況いいわけじゃないのよ、特に打線においてはね、ピッチャー抑えてんのよ、だって3試合で5失点しかしてないのよ。でもヒットが全く打ててない、きつい、全部で4安打かな、5安打しかしてないんだよね。そうなってくるときついよね。でもこのねソフトバンク8回裏ワンアウト3塁からね、3塁ランナーシュートね、代走出て盗塁してね、3塁来てワンアウト3塁で帰る、見ててこれはスクイズあるな、いずれどっかでセーフティースクイズかな、どうなんだろうなっていうところで、ワンエンドワンからスクイズ、シュート足でスクイズ、
ね、回空振り。でもここでね、一番良かったの、日本ハムのピッチャー、ロドリゲス。ね、インコースに投げるツーシーム系かな。あれをもうバンドの構えた瞬間にわざとワンバン投げて、それをキャッチャー石川がしっかりブロッキングの姿勢に入りながらミットの中に収めて取る。ね、ガーッ、これは素晴らしいね。あの回のスクイーズはね、あれ無理よ、ワンバン投げられたらね。だから高めに外すっていうのはあるけど、わざとワンバン投げる、俺はわざとだと思うの。わざとワンバン投げて、でそれをあれ石川がブロッキングで弾いてたら、あのままシュートがホーム帰ってきてたと思うね。それをしっかりミットで取ってシュートを三方向に挟んでアウト。素晴らしい。これはね、もうスーパープロのプレーだね。いろんなこのファインプレーねあるけども、このプレーはね本当にかなりレアで、かなり素晴らしいプレーだと思います。ここでね、まあ、1点取られたら3連敗になったところをね、しっかりこのね反応してバッテリーがねうまくこのスクイーズを防いだっていうね、素晴らしいプレーだったかなと思います。でもこの日もファーストダイク見逃し、振ったと思ったらボール球、ここちょっと改善していかないと、なんかチーム的に見えないね、策がね。だそういったところでもなかなか厳しい戦いだったかなと。まあ、結局ねホークスはまあね、まあ打線的には苦しかったけども、しっかりね勝ち切ったかなと。2勝1分けでホークスの勝ち越しでした。これでね、今ゲーム差なしの1厘差でね4位ですけども、 A クラスのゲーム差なしまで来ましたね、ホークス。さあ続いて西武対楽天、13日0対5で楽天、14日6対7で楽天、そして15日10対2で西武、2勝1敗で楽天の勝ち越しっていうところになりました。13日ね、楽天騎士7回3分の1 113球1安打10三振3四球無失点、3回ね、7回3分の1までねノーノーで来てて、アイドルねセンター前で終了っていうところで、もう緩急自在でグッペチェね、あれはなかなかね打つのは難しいね。でその中でね、楽天2回茂木がねツーベース打って、オコエがねスライダーセンター前タイムリーっていうとね、まあ侍ジャパンの試合の時もそうだったけども、これねここ無駄な動きがなくなって、トップからねしっかりコンパクト ね振り抜いてインパクトまでいけるっていう、この無駄な動作がなくなったことによってスムーズなねスイングになったんじゃないかなと。でも若干インコースがねバット出づらそうだけど、そこどうなのかなっていうところはあるけども、このセンター前タイムリーはね非常にいいヒットだったかなと。でね、ノーアウト、一塁になって住谷がねバントファールできず、ワンボールツーストライクになってバスターして1-6-3ダブルプレーになるんだけど、この中で当てに行く中途半端なバスターだったんだよね。しっかり振るっていうより、なんか当てに行くみたいな、え、これバスターエンドランだったのかな。でも一塁ランナー走ってなかったからな、だから走ったね、もう観客声出さないから、走ったら走ったっていう声が聞こえるはずだから、それが聞こえないってことは走ってないんだよね。え、サイミスなのかな、え、これな、この中途半端なバスター何なのかなっていうのは正直思いましたね。これちょっとね見てください皆さん、このなんか中途半端なバスター、しっかり振るでもなく当てに行くみたいなね、バスターエンドランみたいなバッティングをしてランナー走ってない、これ何なのかな、よくわかんないけどね。で5回ワンアウトからね、辰巳が、レフトでツーベース、このねインコースくるっともうこの肘畳んで回って、あのバッティングができたら打率もっと一気ながらね、これはもう見事ね。でここからフォアボール、これねピッチャー松本セーブ、このフォアボール痛いよね。で鈴木大地でワイルドピッチ、これワイルドピッチだけど足当たってたよね、正直足当たってたけど、当たった本人も気づかなかったのかどうか分かんないけど、もうあれは森は取れたよね。でまあ結局フォアボールで、浅村がレフトへ2点タイムリー、あれもインコース高め、今うまくくるっと回ってバットをね折りながらもヒット、この辰巳と浅村のヒットはすごかったね。で8回ワンアウト2-3塁から辰巳のね、レフト前タイムリー、この打ち方できた、本当ね、こう引きつけてからの三遊間っていうね、あのしっかりね捉えた見事なバッティング、辰巳ねグッドグッバッティング。で14日ね6対7で楽天っていうところで、まあ、楽天ね初回ノーアウト1塁で浅村のライトフライ、9-6-3トリプルプレー、何しろ何しろセカンドランナー小深田、一塁ランナー杉大地、あれ普通ちょっと交代したけども、普通のライトフライよ、もうツーアウトかのごとく走ったね、バーッと。まあトリプルプレーね、前もセーブありましたよね、おかわり君取って5-5-4-3のトリプルプレーもあったと思うんですけど、どうしたの、まあ、俺も一回オープン戦で一回トリプルプレーね、西武戦でやられたことあるけども、これはダメよ、ミスだ。で今回はねこのシーン14日のキーポイントはこちらです。ピッチャー増田出てきてね、これ復帰戦ですよね。7回表ね、大谷センター前で辰巳、これねバントねしたところね、この見送ってペアになった、もうあれ一個取っとこう、あれね、もうしかも自分の球場、あれはもうミスした、あれも取ってワンアウトでよかったよあそこはね。でそれでね、あのフェアになって、で今度小深田バントで鈴木大地センター犠牲フライ勝ち越し、
ね、で浅村の打席ワイルドピッチ、ね、インコース構えてアウトコース、あれは取れないよキャッチャーをね。でここで2失点、これがキーポイントだったね。ここをしっかり踏ん張れてた、ひょっとしたらね、この辰巳のバントをファーストに投げてたら0点で抑えれたかもしれないところを、ね、2失点してるっていうね、ここキーポイントだったかなと。あと8回表ね、ピッチャーダーモディになって島内ね、ライト前で岡島がね、センターオーバー、タイムリーツーベースで、左バッターもね、左ピッチャーも苦にしないこの島内と岡島のバッティングっていうところがね、結局勝負を決めたかなと。この7回8回がね、西武にとってはキーポイント。このダーモディ出てきて、でもこの左クモン来るね、クモンね、皆さん木村とクモンのトレードよかったでしょ。お互いのチームにとってすごいいいことだと思うんですよ。平沼サードで出てめっちゃいいプレーしてたね。こういった風にねトレードして両チームがね躍動感を持って選手たちが頑張ればね、本当にいいトレードだったんで、サード崎のトレードしてあげた方がいい選手見ましたか。いいこと言ってるでしょ。人のことばっかり言ってるんじゃないんですよ。まあでもここにねクモンが来るから西武の中継ぎ陣の左もねそう熱くなるとね思いますよ。で15日10対2で西武、楽天枠井2回49球6安打1三振1四球6失点、もう球高く、ね、そこ仕留めきれる、ちょっと低めにね、投げ切っていかないと、ちょっとね、なかなか厳しかったなって、まあ、そこをね、しっかりね、西武打線も仕留めきったっていうところがね、この10得点につながってるんで、非常にね、いい打線、まあ、14日もね、6点しっかり取ってるっていうところでね、打線の活性化、まあ、これやっぱ打ち勝っていかないとね、西武はっていうところでね、であと、新生、渡辺、5回76球、4安打3三振、1四球、1失点、ね、カットボール、フォークボール、グッ、ね、いいところに投げ切ってね、自分の首を振ってね、考えを示していきながら投げていくっていうね、非常に考えたね、ピッチングもあるし、後悔したくないっていうね、自分の得意球で行きたいっていうところは、カットボールが得意なんだねっていうところのね、情報も仕入れたっていうところで、まあ、この渡辺投手ね、ドラフトの時、佐々木がね、1位でもいいんじゃないのかって言ってたんですよ。その動画、探してください。もしくはね、ネットで探してください。ちゃんと言ってたんですよ。めちゃくちゃ注目してるんですか。ちょっとね、故障があって、渡辺久信さんからすると1年遅いねデビューになったって言ってましたけども、本当は1年前ぐらいからもっとガンって行きたかったらしいですけど、ちょっと故障待ってね1年間ずれ込んだけども、ここから飛躍的にね伸びていくから、すごくチームも期待してるっていうね情報です。で5回表ね、ディクソンセンター前で、住谷センター前で、辰巳サードゴロセカンドアウト、小深田4-6-3ダブルプレーと、その先のトスが浮いてね、源田も頑張ったけどリクエストセーフになって、で鈴木大地ここ三振でね、グッと、ここをね、渡辺も1失点でね、抑えたっていうところが非常に良かったですね。まあね、0点でいけてたけどね、ここ1失点で踏ん張れたっていうところが、まあここの回で変わりましたけど、非常にね、素晴らしい粘りのピッチングだったかなと。これね、次に繋がっていくんで、次回のね、渡辺のピッチングにも期待したいなっていうところはあります。結果、2勝1敗で楽天の勝ち越しでした。さあ、続いては、ロッテ対オリックス。13日、3対6でオリックス。14日4対2でロッテで、15日3対5でオリックス、オリックスの2勝1敗で勝ち越しになりましたけども、13日オリックス宮城リーグ1番乗り10勝、素晴らしい、まあ、6回103球6安打2三振1失球2失点と、まあ、腕もしっかり入れて、まあ、ストレートも切れあって、まあ、チェンジアップの落差もあるっていうところでね、非常にグッピッチね、本当に前半戦と変わりない好調を、ね、維持して、まあ、このオリンピック期間中っていうのがちょっとリフレッシュでね、非常になったんじゃないのかなと。でね、ロッテ二人逆に腕の振りは緩い、ストレート切れなし、スピード感全く感じず、変化球高くいいところだし、5回87球8安打6三振3四球6失点ね、二人はまっすぐをしっかり投げれるからこそフォークとかスライダーとか変化球が生きてくるのよ。でもあのまっすぐはきついよ、正直変化球が本当にいきないよね。で高めに浮いたところ低め振ってくれない、高め浮いたところを仕留めきれるっていうね、悪循環なピッチングになっちゃったかなとね。逆にこのオリンピック期間中どうしたんだ、何やってたんだって言われちゃうよっていうね、投球に見えましたね。でオリックス初回ツーアウトからね、吉田ツーストライク後にフォークボールを、左中間にツーベースで、杉本初球のスライダーね、ワイルドピッチ、これはね球を止めれる、バッとあれは止めなきゃね、でランナー3塁行ってツーボールワンストライクからスライダー高めに入ったところをセンターね、バックスクリーンのホームラン、ロッテ戦11本目、ね、19本中11本目ホームランよ。しかももうね、対戦成績ね、えぐいことになってると思うよ、対ロッテ戦、対ロッテ対戦打率3割9分6厘ね、パ・リーグナンバーワンで、ホームラン11本、ダントツ、塁打数56、ダブルスコアでダントツ、打点19、他球団より倍多い、やばいよこれはね。でフォアボール一番少ない、なかなかねこれもっとしっかり対策していかないとっていうところはありますよね。で2回表ワンアウトからね7番来た、ね
ツーベースで伏見ライト前で紅林三振して福田フォアボールで宗センター前に2点タイムリーヒット。この下位打線から上位に向かっていくでっていうところがね、まだこのね、あの福田宗っていうところがね、うまく連動したいいね、攻撃だったからと。逆にねロッテ打線11安打ねして、ここ1本でつっていうね、4回ワンアウト1・3塁エチェバリアライト犠牲フライで、角中その後ツーベース打って山口ショートゴロ。オリックス的にはね、このエチェバリアのライトフライっていうのはもう OK で、ここでねもう追加点いけたらって、もう1本出てたらっていうところでもあるし、まあ6回もね1得点した後無視2塁から結局0点っていうね、この最後の詰めがね詰めきれずね勝ちきれなかったかなと。逆にオリックスちょっとねリリーフヒギンスのみねちょっとバタつくっていうところで、まあこの後ろをどう締めていくかっていうところがまあ後半戦のね課題ね。でも一番はねもうマーディンいない、これ言いたい。多分10試合ぐらい出れないんだよね後半戦スタート。どうした、なぜ帰国がそんなに遅れるんだ、何があったんや、チームもっと連動しなきゃっていうところのね、このマーティン不在は非常にこの3連戦痛かったなと。で14日4対2でロッテの勝ちね。ロッテ見ま5回93球4安打4三振5四球 1デッドボール2失点ね。まあ制球定まらずピンチ作りましたけど、まあよく踏ん張ったかなとね。まあ6四死球ですからね。まあキープレイヤーはねもう岡ガーツね。5回表ね、オリックス胸フォアボールで吉田、レフトフライで杉本ピッチャー強襲内野安打出てワンアウト1・2から T 岡田のライトフライ、ライト岡前進しながら大面キャッチね。ちょっとなんか取り方はスマートじゃなかったですけど、グッと。あれもしね、取れてなかったら、ひょっとしたらね、この14日の試合も負けてたかもしれないっていうのほどのね、素晴らしいプレーだった。で、その後、足立ワイルドピッチ。で、結果フォアボール。で、2アウト満塁になって、北をね、三振。ここをね、無得点で抑えた。このね、美馬の踏ん張りっていうところも良かったけども、なんといってもこの岡宏美のね、ダイビングキャッチ。これに救われたかなと。で、オリックスのね、ポイントはね、2回表、T 岡でデッドボール。足立センター前。でノーアウト1・2塁で北がねレフトへタイムリー。これね北セカンド行けなかったかなっていうね、ファーストランナーが3塁まで行って3塁に中継がつながってるんで、あれ行けたんちゃうかなっていうね、ところはありますけども、まあ無理するところでもないっていうところでね、行かなかったからバットっていうわけでもない、どうなのかなって思ってたわけね。でノーアウト1・3塁から若月がレフト前タイムリーで、紅林がバントしてワンアウト2・3塁で福田三振宗ショートゴロ。ここで追加点取れず、ここで追加点取れてたらこの試合勝てたっていう、逆にここはね美馬がよく踏ん張った。こういったところでね、この美馬の踏ん張りっていうところはね生きた試合だったかなと。でロッテはね2回裏ね、この4得点非常に素晴らしかったかなっていうね、岡がね、ツーベースで出て、で山口のね、ライトフライで3塁行って、で田村のファーストゴロ、もうねあれ多分ギャンブルスタート、もうだからねいわばエンドランだね、もうほぼ半分エンドランみたいなね。だから田村ももう当てた瞬間に三塁ランナー見てたもんね、来てますよねみたいなね。もうとにかく内野ゴロ当てて、で1点取りに行くっていうね。で岡のナイス走塁ね、走行出局とこの試合ね。でその後ツーアウトランナーなしから藤岡のツーベース、そして荻野の同点タイムリーで、藤原のカチカコンツーラン、グッと。これツーアウトねなってからしっかり点を3点取ったっていう非常に素晴らしい攻撃ね。まあこの回に4点だけになったけども、その後の見舞うの踏ん張りもあって非常にねいい勝ち方ねしたかなと。でね、国吉移籍初登板ね、ちょっと危なっかしいところもあったけども、まあしっかりホールドもついて、これでねノットンとね、去年の沢村みたいにね能力上げていってね、チームに貢献してもらいたいなと。で昨日15日3対5っていうところでね、まあロッテね5回裏大体山口のここね、あの後藤岡がねバンド失敗して、いやちょっと流れ悪いなっていうところでね、あのインコース低めね弾丸ライナーでね突き刺して、打った瞬間ねあこれ抜けたなとは思ったけど、入るなっては思わなかったところね入ったね、あのホームラン、あれで流れ変わってね勝ったなっていうねいうところはあったけどもっていうねところもありますけども、あとねちょっとねこの走塁、2回の走塁がね流れ変えたかなと。4回裏ねこの2アウト1・3塁で牽制でね藤原が逆突かれて飛び出しちゃって、多分あれサインじゃないと思うんだよね。で 1・2 塁が、ね、挟まれながら加藤がねうまくスタートしたけども、紅林のね高送球で本塁刺されるけども、あれはもうやっぱりね、俺はもうサザエチャンネルご視聴の皆さんもう同じことの繰り返しですけど、ホームはヘッドスライディングね、ひょっとしたらヘッドスライディングだったらセーフだったんじゃないのかなっていうねタイミングに見えたんですけどね、まあそこはどうか分かんないけど、ホームはヘッドスライディングよ、際どいプレーはね。あと7回裏田村ね、せっかくねコーン、まあ、義母がねいいプレーしたけどね、ちょっとスリッピーでねボールもね滑ってちょっとね送球がそれて内野安打で出たのにもかかわらず、荻野の普通のセカンドハーフフライをなぜ一歩飛び出した、
あので戻り切れずアウト。こういうね細かいところがねちょっと攻撃のリズムっていうか流れ切ったかなと。逆にオリックスはね杉本4打数3安打2打点ね。しかもこうね、まあ、もうまあ試合後のコメントとかで言うとベンチサイドは俺らは完璧なこと言ってると、でもそれをやってないから打たれるんやみたいな発言でしたけど、でもよそこら辺がすごい気になるのがこの試合全部初球ないしファーストストライクを振られて打たれてるのよ。そこはどうなんていうね。粘りありながら打たれるっていうんじゃなくてもう狙い澄まされたかのように打たれてんだよね。で実質あと1回のアウトも佐々木朗希の足に当たってファーストにうまいこと飛んでいったアウトになったから実質4安打打たれてんだよね。しかもそれを初球とファーストストライクを全部振られて打たれてるってことはその情報がどうなんていう疑問もあるけども、次動画これから作成するんですけどどういうことをキャッチャー求めてるのミーティング編っていうのをねやりますから、そちらでもっと詳しくいいんでぜひ見てください。でもちょっとねよくわかんない攻め方でしたね。もうちょっと考えないとね、データ班も含めてベンチも含めてもちろんバッテリーも含めてもうちょっと考えないと、初球からねやられてるんでそこがどうなのかっていうねところをもうちょっと考えていかない。しかも全部やられてるからね、外ストレート、スライダーシュートっていうね、あ田中がね安が出てきた時まあこれはもうツーシームでね打たしてこの満塁になって打ち取りたいんだなっていうところで、ね、あの初球スライダーでボール行った後のあのスイングね、あのこうスイングしたんだよね素振りね、あれがもうインコース狙ってますよみたいなね、インコース意識づけしてコンパクト取れますよみたいなあのスイングに見えたのね、あこれインコース意識してるのかなっていうところで次ツーシーム行ってね三塁線抜かれるタイムリーね、そんな後付けやろうっていう皆さん、昨日の、日曜日のねオリックス対ロッテ戦のその状況の佐々木の解説聞いてください。ちゃんと先出して言ってますからね。そこら辺をねまあ気づけたらどうなのかなっていうところもあったけども、あとね義母よかったね。ね、この左中間に、ね、抜けるあの、ね、ツーベースから、ね、得点に絡んだっていうところもあるし、あの吉田が、ね、出た後のダイソー、ね、小田、ね、ここも、ね、貴重な追加点に結びつくね、その後杉本がレフト前打ってそれで、ね、間髪入れずにサードに来てジョーンズの犠牲フライで帰ってくるっていうあのダイソー策もねハマったなっていう、ね、いうところもあるんで非常に、ね、いい勝ち方した。あと山崎幸也も、ね、ホームラン打たれましたけども投球内容としては、ね、非常に良かった。あのレアードも、ね、逆球がねあのちょっと悔やまれるっていうところとちょっとね伏見がね考えすぎたかなっていうところもあるんで、ここもねあの日の解説もう一回ね見れる人聞いてください。ちょっとね考えすぎちゃったからっていうねところもあってね、まあ逆球になって打たれたっていうところと、あの山口のホームランはねもう山口が素晴らしかったっていうね、グッとね、あの試合あれで勝ったかなと思ったけどね、やっぱ小野のフォアボール、フォアボールはダメよ、バンドさしとけば最悪同点で終わったというところでね、バンドさせずにフォアボール出してでその後バンドされてで吉田正尚フォアボール出して、あれ最悪内野ゴロでも打ってくれててね同点止まりだったらいいけどフォアボールで歩かしてそんで杉本に打たれるっていうねっていうところで、ちょっと小野のフォアボールはダメバンとねというところで、まあ、結果で、ね、2勝1敗で勝ち越し、オリックスとしてはね、まあ、首位でね勝ち越したっていうところで非常に良かったんじゃないですかね。続いて、セ・リーグっていうところになりますけども、 DeNA でヤクルトね、もともと13日は試合なかったんですけど14日雨天中止ね、で15日4対1でヤクルトの勝ちっていうところになりましたけども、ヤクルト奥川ね、7回88球4安打9三振無四球1失点、まあ、ストレートスライダーねフォークボール、腕の振りも良くて切れ味抜群、緩急もついて非常にいいピッチングだったかなと。DeNA 今永ね6回3分の2112球6安打9三振2四球3失点、ストレートの筆振り切れ腕の振り非常に良かったかなと。チェンジアップもね非常にいい高さからも投げ切っていい状態には見えましたけども、結局勝負に差がついたのはこのフォアボールが差がついた。ヤクルトね6回表2アウト1塁から山田ねフォアボールで、この1塁ランナーね塩見が盗塁した後のフォアボールでね、村上もフォアボールで、ツーアウト満塁からオスナにねレフトへ逆転タイムリー、あのね低めのストレートで、ね、いいとこでオスナがね非常にうまいこと打ったんだけども、結局ねこの山田村上のフォアボールっていうところがこの逆転タイムリーにつながってるんで、まあそこにね、まあやっぱオリンピックでもね状態良かったんでちょっと意識しすぎたかなっていうね。で7回表サンタナのねショートゴロエラーね、ヤマトのプレーが軽いね、山なりででワンバウンドね取れなくて、で2アウト1塁でランナー出て塩見がね、宇宙間へタイムリースリーベースっていうね、これもう普通に投げときゃアウトだったのにもかかわらずね、まあこの、ね、その後ゴチョゴチョってねあって2アウト1塁になったんだけどね、このプレーっていうのは非常にねもったいなかったかなと。で8回読んでねピッチャー三上になって山田フォアボールで盗塁、村上フォアボールでオスナキャッチャーフライで中村レフト前タイムリー、ここもフォアボールが絡んでんだよね。結局この奥側のねやっぱいいピッチングをができたっていうところはやっぱ無四球できてる、
でストライク先行で勝負しながらしっかり変化球も低めに投げれた。今永も非常に素晴らしかったピッチング自体は。でも結局このフォアボールが失点に加算でいって、まあエラーもあり、そしてピッチャー変わって三上もフォアボールからの失点っていうね、このフォアボールがこの勝敗の差をついたかなと。でもヤクルトもね、勝ったはいいけど5回表2アウト2塁からね、バッター奥川ね、で2塁ランナーサンタナ牽制アウトバーッと、そこはダメでしょ。まあこのね、奥川がヒット打てなかったかもわかんないけど、ここでしっかり奥川で終わって次の回1番からっていうところでいきたいところで牽制アウトはね、非常にね、今なんかね、キャッチャーの糸のところをプッと返す入り、このね、非常に牽制はね、非常に素晴らしかった。で8回表ワンアウト1塁からね、ヤクルト渡辺でセーフティースクイズなのかな、スクイズなのかわかんないけども、サードファールフライで外がね、スライディングキャッチして、で村上が走っててサードに投げてダブルプレーっていうところだけども、え、これはスクイズなの、セーフティースクイズなの、どっちなのっていうね。渡辺のバントの仕方を見てるともうセーフティースクイズだね。でもセーフティースクイズなのにもう村上は走ってんだよね。でも村上が走ってスクイズなんだったら渡辺はもっとこうスクイズしなきゃいけないよね。誰かのサインミスだね、これは間違いなくバッとね。だから勝ったはいいけど、こんなところをちゃんとねしていかないと今後ね首位に向けてっていうところではまあ大事になってきますよね。で続いて巨人対中日ね、8月13日4対2で巨人、14日6対1で巨人で、15日4対2で巨人3連勝、中日3連敗。どうしたんですか。まあね、佐々木ライブ見に来てくれた中日ファンの皆さんももう今年は厳しいですっていうね、生の声をファンの皆さんからいただきましたけど、まあそれがねリアルみたいな厳しい試合になりましたね。まあ、13日4対2で巨人ね、巨人山口ね、中日柳ともにね低めの制球力もよく、山口はね1四球9三振2失点、柳は無四球4三振1失点と非常に素晴らしいピッチング。中日ね、7回表大島がね8球粘って両フォアボール、でビシエドねスライダー低めいいところをホームランでねツーラン、ここで逆転で、ここまでね勝ちに行かなきゃいけなかったっていうところですけども、巨人7回裏ね代打大城ライト前で、吉川ライトフライで、亀井ライトフライで、一塁ランナー大城ね戻れずダブルレバーッと、ライト普通のかなり前のライトフライよ、でハーフウェイ真ん中まで出すぎやろ、あんなに出る必要ないやろ、あれでダブルプレーダメダメで、巨人8回裏ピッチャーがね又吉に代わって代打若林同点ホームランガーッとナイスホームランで、松原がねレフトフライで、坂本フォアボールで、丸フォアボールで、岡本レフトへ逆転タイムリーで、ウィラーセンターフライで、大城先ほどのねリカバリーのツーアウト一三塁からタイムリーっていうね。だからこのやっぱりね、去年の福祖父江マルティネスのこの7回以降勝ってたらっていうところをやっぱ今年がなかなかね形作れず決めきれないっていうところが中日の痛いところ。もうこれはね2対1でそのままね勝っとかなきゃいけないゲーム。逆にねジャイアンツはねしっかりそこからねこの代打若林のねナイスホームランもあって逆転結びついた。でこの坂本丸のフォアボールがやっぱりね結局痛いよね。この先ほどのヤクルト DeNA 戦もないけども、この連発フォアボールはねきついで、結局は元にね投げて打たれるっていうね、まあ、ここがポイント。あとビエラ166キロ、わっつびっくり、非常に速い調子いいね。で14日6対1で巨人ね、巨人もう完璧な試合展開っていうね、初回丸がね、ライトへ3ランで、6回裏にもねソロ打って4打数2安打4打点2ホーマーとでね、ロドリゲス5回85球、5安打5三振3四球1デッドボール5失点と、打たれるとちょっと切れるとかね、ちょっと制球だいぶ乱れるよね。あとやっぱりねこの主軸のカットボールツーシームっていうところがまあメインところで、その初回にね丸にあのそのね、カット系をホームラン打たれたっていうところもねちょっとリズムに乗り切れなかったかなと。で打たれた後バタバタするんでね、普通に全体で見てるといい球投げてんだけどね。で6回裏岡本フォアボール、ウィーラーデッドボールで、ピッチャー交代藤島ね、大城バントでフィルダースチョイス、あれ送球もそれるしタイミングもセーフだったからこういうとこ焦りかな。で代打若林レフトにタイムリー、若林いいね。で吉川レフト前で、重野もレフト前タッチアップアウトね、ここ追加点ね巨人も取りたかったかなっていうところもありますけども、しっかりねナイス返球でアウトにしたからと。で巨人ねメルセデス5回108球6安打5三振2四球1デッドボール1失点、インコースのスレートが非常に食い込んでね、あのクロスファイヤー素晴らしかったかなと。あそこがしっかり投げれることによって他のね球が生きてくるなと。あのドミニカ共和国戦でねオリンピック投げたあの感じがね引き続き継続できてる素晴らしいピッチングだったかなと。で中日全イニング出塁するもここ1本です。で9回表どの上ねファールと思って走らずねレフトヒット止まりっていうね、こういったところもやっぱりね卒出てくるのよ。こうなんてことないところがね、まあ、あれを走ってツーベースしたから勝ったのかっていうところもあるけど、そういうところが結局大事なところに出てくるのよ。
しかも全イニング出塁してても1本出ず、これはもうねオリンピック前からもう継続中みたいな感じですよね。で8月15日4対2でね巨人ね、もう早めの継投ズバリね巨人はね。で中日5回表ね、ワンアウトから福留ツーベースで、高橋、ライトへタイムリーツーベースで、オードフォアボールで、溝脇フォアボール、フォアボールフォアボールでつながってマルティネスね、アリエルマルティネス押し出しデッドボールで、ここでもピッチャー今村にスパッと変えて、ワンアウト満塁から強大のあのインコースのシュートで見るのがサチングアッチ、あれが効いたね、あれがもうねこの試合の勝負を分けるキーポイントだったね。で加藤、セカンドゴロ、ここでドラゴンズはもう1点取っとけば状況違うかったかも分かんない。で巨人はね3回裏2アウト満塁からウィーラーのねレフト2点タイムリー、ショート強打取れたね、あれは取ってセカンドアウトにしとけばあの回ね1失点で済んだのに、あそこでねウィーラーの追加点いっちゃうっていうね、ところでこういうちょっとずつのこのほころびがね勝ちきれないのよ。逆に巨人はねこうやってスパスパッとね原監督の継投采配のね実を結んで3連勝ね、逆に中日3連敗ね、厳しい後半戦スタートになりましたね。さあ続いて、阪神対広島、13日3対9で広島、14日9対3で阪神、15日3対0で阪神、阪神の2勝1敗で勝ち越しになりましたね。13日広島ね初回4得点でねもうゲームを試合っていうところでね、阪神はね初回記録に残らないミスでね無駄な失点、初回1失点で済んだのにっていうねところのミスが結局響いたかなってね。広島ねワンアウトから菊池がレフト前で、小園がね右中間へ抜けるタイムリースリーベースで、鈴木誠也フォアボールで、ワンアウト1・3塁になって坂倉のショートゴロ6・4で3ダブルプレー取れず、まあ坂倉もねよく走ったけども、あの打球はダブルプレー取ってほしかったよね。ここでダブルプレー取れてれば1失点で済んだのに、ダブルプレー取れずダブルプレー崩れで1点入って、で2アウト1塁から林がライト前で、2アウト1塁になって松山の、ライト、タイムリー2点タイムリー2ベース、このライトの佐藤もね足がちょっともたついたね、パタパタもたついて、中継のセカンドに山田の返球して1塁ランナー一気にホームインしたんで、まあこういったところもねちょっとのミスがこのね4失点につながった、この4失点がね結局この試合大きく痛かったかなと。で7回表ね広島ワンアウトからね大瀬良フォアボールね、で野間、サウナイアンダね、大山ファーストへ悪送球ね、でワンアウト2・3塁になって菊池がねセンター犠牲フライでダメ押し、こういったところもね結局これちょっとずつね記録に残る残らないミスがやっぱ響いたかなと。広島大瀬良ね、まあ本人団でも言ってたけどもストレート非常に良かったね、まっすぐ切れ合って他の変化球でね生きるようなピッチング、あと大量得点目が回れてっていうところでねいい感じのリズムで投げられたかなと。で阪神ね、6番以降ロハス4タコ中野4タコ、梅野が3タコでね繋がらずね、5回裏大山ホームランで佐藤ツーベースで、ここでね無得点、ここで追加点取ってればひょっとしたらっていうところのねキーポイントだったかなと。で14日はね9対3で阪神の勝ちね、阪神日本移籍後初勝利、5回3分の1 97球6安打4三振3四球3失点ね、まあ大量援護にね守られて、まあしっかりね試合が作れるっていうところはね非常にね評価ポイントだったかなと。で逆にね広島クリね全体的にね、球が高くねツーシームでインコースに投げ切れず甘く入るっていうところをね通過されたかなと。4回ね86球、10安打2三振1四球7失点、まあ持ち味出さずね、まあそこを打ち込められて、まあクリはね低めコースに投げて制球で打ち取っていく、その制球が定まらないで、そこを阪神打線がしっかりね仕留め切るね。阪神2回裏ロハスライト前で、中野ねピッチャーエラーね、クリ悪送球で、梅野同点タイムリーライトで、ノーアウト1・3塁から日本はねスリーバント失敗したけども、まあ近本がねしっかり犠牲フライを打って逆転で、3回裏サンズがねスライダー高め入ったところをホームラン、で4回裏梅野がねライト前で、日本は今度きっちりバントしてね、まあこういうとこね2回続けて失敗しないっていうところも大事で、近本がねワンアウト2塁から、ライト前で2塁ランナーね帰ってきてホームアウト、ここでちょっとリズム感変わるかなって言ったところで、2アウト1塁から糸原ライト前で、サンズがねチェンジアップ高めに打ったところをスリーランホームランで、大山はねまた試合レフトへホームラン打って、こう試合決まるって、これなんかちょっとリズム変わりそうだなっていうところで、しっかり糸原がつないでサンズ大山のホームランにつなげたっていうところが非常にねこの試合をね勝ち切ったところだったかなと。で阪神はね守備5回表ワンアウト1塁でバッター菊池のね、ショートゴロ6・4このダブルプレー切れずで、セカンド糸原がね1塁ショートバウンドして、だこういうところがね大事な、こういうちょっとずつのところをやっていくことでガッチリ首位でね優勝できるんで、こういったところはねちょっとずつでもね修正していってほしいなと。勝ったからいいけどね。で15日、3対0で阪神、阪神秋山
5回89球、6安打7三振、2四球無失点、ね、ランナー出すけれども、持ち前の制球力の良さで、粘り強い投球がね、できたんじゃないかなと。広島ね、4回表、ワンアウト1塁で、代打となる高介三振、低めの最後、いいところ決めてね、で野間、センターフライ。で5回裏、菊池フォアボール、小園三振、この三振ゲッツ、グッと、ね、梅野も非常に素晴らしい投球だったし、そのね、秋山の低めの制球っていうところがね、この三振を取れる、で変化球を交えていくことによって、的をね、絞り切らせないっていうところがね、好投につながったかなと。阪神はね、8回裏、ワンアウト1、2からロハスのね、ライト前タイムに、この3点目がグッと、ロハスが大きかったかなと。でね、リリーフでも、及川、で馬場、アルカンタラ、岩崎。ナイスリリーフね、しっかり締め切ったかなと。でロハスはね、守備でもダイビングキャッチっていうね、これガーッとね、頑張っ、ここでチャンスでね、ちょっとマルテが出遅れてる、頑張ってやろうっていうね、意欲がね、伝わる。まあね、13日はノーヒットでしたけども、それ以降はね、しっかりね、ヒットも打ちながら守備でもね、ガッツプレーを見せるっていうところで、ああいうところはね、非常に好感持てるし、頑張ってほしいなって思うところ。結局ね、阪神が2勝1敗で勝ち越しっていうところになりました。さあ、ということで後半戦最初のベストライン、パ・リーグからピッチャー、ソフトバンク、スチュワート・ジュニア、津森、加山、松本、坂東、甲斐野、ノーヒットノーランリレー。キャッチャー西武、森、反撃へ、攻守のキープレイヤー、ファースト、ロッテ、レアード、タコを待ち。日曜日のホームランはタコの握りらしいです。結構ね、欧米人タコ食べへんって聞くけど、レアードは食べんのかなって正直思いました。セカンド、西武、殿崎、2戦連続猛打賞。サード、楽天、茂木。後半戦、小橋。ショート、西武、源田。坂道駆け上がれ、チームとともに。レフト、オリックス、吉田。パワー&テクニック。センター、ロッテ、藤原。ホームがすごいいい感じ。ライト、オリックス、杉本。ロッテはカモです。DH、楽天、岡島。白鵬大、左ピッチャーにも強いよ。特別賞あります。ロッテ山口、ホームラン一発、あのバッティングがすごい。高校野球も母校頑張ってます。セ・リーグピッチャー巨人、ビエラ、25戦連続無失点、166キロ素晴らしい。キャッチャー巨人、大城、後半戦3連勝スタート貢献。ファースト阪神、サンズ、加藤馬大学。セカンド巨人、若林、代打で大活躍、チームの3連勝牽引。サード阪神、大山、4番は俺だ弾。ショート巨人、坂本、オリンピック好調継続。レフト広島、西川、新しいバットでバッティング好調。そのバットは DeNA 外モデル。センター阪神、近本、ハッシュタグレジギガス脱却。ライト巨人、松原、お兄さん、佐々木ライブ見に来てくれました。ありがとうございます。さあ、ということでですね、申し送り事項ですか、明日からね、 DeNA 阪神、中日広島、ヤクルト巨人ね、みんな頑張ってください。もうちょっと今日疲れちゃって頑張って、ファンのみんなも後半戦頑張って応援していこうね。申し送り事項はね、全国でコロナ禍大変です。皆さんも気をつけて野球観戦していきましょう。これが佐々木からの後半戦申し送り事項です。ということで終わりです。まだまだ後半戦ね、最後までありますけども、ゲーム差離されたチームの皆さん、諦めず佐々木チャンネル見てね、野球勉強していきましょう。好調のチームの皆さん、佐々木チャンネル見て浮かれた月曜日過ごしてください。ということで、お疲れ様でした。